シモン・ボッカ・ネグラは、ジュゼッペ・ベルディが作曲したオペラ。1857年に初演され、24年後の1881年に、改訂された。原作は、アントニオ・ガルシア・グティエレスの儀曲、シモン・ボッカ・ネグラであり、史実の人物を題材としている。これをもとに、フランチェスコ・マリア・ピアーベが台本を書き、 ベルディが1856年から1857年にかけて作曲した。1881年に改訂され、改訂版の台本はアリーゴ・ボーイトによる。現在ではもっぱら改訂版が上演される。ベルディの活動を中期の作品に当たるが、晩年の改訂によって、ドラマの流れと歌手のアリアがより緊密に。 結びつけられている。また、オペラ全編を通じて3人のバリトン及びバス歌手が活躍し、低音の魅力を聞かせるのが特徴となっている。舞台は14世紀半ばのイタリア、ジェノバとその周辺。プロローグ付き前3幕の構成をとり、演奏時間は約2時間10分。ベルディは、椿姫の後、パリ万国博覧会での上演に向け、フランス語によるオペラ。 シチリア島の夕べの祈りを作曲する。その後、フェニーチェ劇場の支配人に約束していた新しいオペラとして取り掛かったのが、シモン・ボッカ・ネグラである。イルトロバ・トーレの原作者でもあるグティエレスの、シモン・ボッカ・ネグラを読んだベルビは、これを新作オペラとすべく、台本作家のピアーベに送った。フェニーチェ劇場との契約は1856年5月であり、 同年6月末から滞在先のパリで作曲に取り掛かった。台本の完成は翌1857年2月である。同月中旬にはベルディは第1幕を完成させ、第2幕と第3幕もオーケストレーションを残すのみとなっていた。フェニーチェ劇場のあるベネツィアに到着したベルディは現地で最後の仕上げにかかり、3月12日の初演に臨んだ。 しかし、この初演は、大失敗に終わる。ベルディ43歳の時である。ベルディは友人への手紙に次のように書いている。この作品に愛着を持っていたベルディは海底上演の、機会を狙っていたが、すぐには果たせなかった。1871年の、アイーダ初演後、新作オペラのないベルディに、楽譜出版社であるリコルディ社は1879年、シェイクスピアの、 オセロに基づくオペラ化を提案した。台本については、作曲家、台本作家のアッディーゴ・ボーイトが、同社から依頼を受けており、オセロのオペラ化は、もともと、ボーイトの構想でもあった。しかし、ベルディとボーイトは、以前から反目し合っていたこともあって、ベルディは、慎重な姿勢を崩さなかった。このため、リコルディ社は、オセロの前に、 ひとまず本作の改訂を持ちかけつつ、ベルディとボーイとの関係を取りなしたのである。改訂版初演が行われたスカラザ・ボーイとは、悪役、パウロの登場場場面を増やすことによって、主人公、シモンの悲劇性を引き立たせた。台本の改訂により、登場人物の人間性がより鮮明になり、わかりにくかったドラマ展開が整理された。音楽的には、 プロローグのほぼ全部が改訂され、当初の長い前奏曲はごく短い導入部に置き換えられた。第一幕の導入部とフィナーレも改訂され、個々のアリアや二重賞にも手が入れられた。ベルディは従来の様式的なカバティナイコールカバレッタ方式からアリアをドラマの流れの一環として捉えるように改めている。第三幕のフィナーレでは婚礼の合唱が追加された。 改訂版は1881年3月、ミラノスカラザで初演され、今度は大喝采で迎えられた。フェニーチェ劇場の初演から24年後、ベルディは68歳となっていた。本作の改訂作業を通じて築かれた、信頼関係のもと、ベルディとボーイとの共同作業によって、以降、オテロ、ファルスタッフと、ベルディ晩年の傑作が生み出されることになる。ピッコロ、 フルートに、オーボエに、クラリネットに、バスクラリネット、ファゴットに、ホルン4、トランペットに、トロンボーン3、チンバッソ、ティンパに、大太鼓、シンバル、タンブリン、カネ、ハープ、弦5部。バンダ、トランペット4、トロンボーン4、小太鼓に、プロローグ付きの、全3幕。第1幕は2場に分かれる。サンロレンツォ教会の広場とフィエスコの館の全。 平民派のパオロとピエトロは、死略戦船長のシモンを、ジェノバ総督に担ぎ出そうと相談する。呼び出されたシモンには、政治的野心はなく、パオロたちの申し出を聞いて躊躇する。しかし、シモンの恋人であるマリアは、性的フィエスコの娘であり、マリアは、フィエスコによって、館に遊兵されていた。自分が、総督になれば、 フィエスコも、マリアとの結婚を許すかもしれないと考えたシモンは、総督選挙への出馬を決意する。館から、打ちひしがれた姿のフィエスコが現れる。シモンは、フィエスコの館を訪ね、若いとマリアとの結婚の許しを請う。フィエスコとシモンの二重賞。しかし、フィエスコは、シモンとマリアの娘を自分によこせと迫る。 娘が行方知れずであることをシモンが語ると、フィエスコは自分の孫が戻るまでは返しないと言って立ち去る。いつもは閉じられている、館の扉が開いており、シモンはマリアに会いたい一心で、館の中に入るが、そこで病死したマリアを見出す。愕然として、広場に出てくるシモンを、民衆が、シモン万歳、と観光の声で迎える。第一話プロローグから25年後、 ジェノバ近郊のグリマルディ伯爵帝アメリアが登場。彼女のもとへ恋人のガブリエーレがやってくる。アメリアとガブリエーレの二重賞。アメリアはシモンとマリアの行方知れずになっていた娘でグリマルディ家に拾われていた。このことを知らないフィエスコはアンドレアと名乗ってアメリアを養育していた。シモンはジェノバ総督となり副診のパオロと アメーリアとの結婚話を進めるために、グリマルディケを訪れようとしていた。これを知ったガブリエーレと、アメーリアはすぐに結婚しようと愛を誓い合う。アンドレイアが現れ、アメーリアが孤児であることを、ガブリエーレに語るが、ガブリエーレはそれでもアメーリアを妻にしたいという。アメーリア、ガブリエーレ、アンドレイアの見え称。シモンの到着が告げられ、アンドレイアとガブリエーレはその場を去る。 シモンはアメリアにパオロと結婚すれば追放されたグリマルディの一族を赦免するという。アメリアは自分には心に決めた相手がいること、財産目当てのパオロとは結婚しないと拒絶し、そもそも自分はグリマルディ家の娘ではないと身の上を明かす。話を聞くうちにシモンはアメリアが自分の娘であることに気づく。二人は抱き合い。 25年ぶりの再会を喜ぶ。シモンとアメリアの二重唱。娘の意を組んだシモンは、パオロとの結婚話を破談にする。しかし、この通告を受けたパオロは逆上して、シモンを恨み、ピエトロと組んでアメリアの略奪を企む。第2バジェノバ共和国の議会上議会で、シモンが、ベネツィア共和国との和平の重要性を説いていると、突然外で騒乱が起こる。 民衆に追われたガブリエーレとフィエスコが議会場に駆け込んでくる。シモンは民衆を制止するが、ガブリエーレはアメリアが誘拐され、その首謀者こそシモンだと急断して切りかかる。助け出されたアメリアが二人の間に割って入り、黒幕が別にいることを告げる。貴族派と平民派は互いに罵り合うが、シモンは同胞同士のさかいを止めるようとく。 シモンは騒動の原因となったガブリエレとフィエスコーローに入れるとパオロに対しこの部屋に卑劣な裏切り者がいること自分はそれが誰なのか知っていることパオロを証人としてそのならず者を呪えと迫るパオロは青ざめ震えながら自分で自分を呪うジェノバ総督亭として使われたサンジョルジョ宮殿総督の部屋シモンを深く恨んだパオロはシモンの水差しに毒を盛る さらに、捕らえられていたアンドレアとガブリエーレをローから出す条件として、二人にシモンの暗殺を持ちかける。フィエスコは拒絶して、再びローに戻されるが、ガブリエーレはシモンがアメーリアと、お楽しみ中だとパオロから吹き込まれ、激怒する。面会にやってきたアメーリアに、ガブリエーレは怒りをぶちまける。そこへ、シモンがやってきたため、ガブリエーレは、 バルコニーの物陰に隠れる。アメーリアは、ガブリエーレの斜面を嘆願し、シモンは寛大な措置を約束する。疲れたシモンは、水差しの水を飲み、眠気を催す。ガブリエーレがシモンを殺そうとして近づき、剣を抜く。戻ってきたアメーリアがそれを見つけて止める。シモンは目を覚まし、自分がアメーリアの父親であることを明かす。ガブリエーレはシモンに謝罪する。 その時再び外で騒ぎが起こり、ガブリエーレは、シモンのために、騒乱を沈静化させようと出ていく。総督の部屋騒乱が鎮圧され、フィエスコが釈放される。反逆罪で捕らえられたパオロは、処刑場に引き立てられながら、シモンの体に毒が回っていることを、フィエスコに告げる。遠く教会から、アメリアとガブリエーレの婚礼の合唱が、総督の部屋まで響いてくる。 毒によって衰弱したシモンは海を懐かしむ。フィエスコがシモンの前に現れる。シモンはフィエスコにアメリアこそが自分の娘であり、フィエスコの孫だと告げ、ついに二人は和解する。シモンとフィエスコの二重賞、わしは神のお声に涙を流す。そこへ結婚式を終えたアメリアとガブリエーレが登場。シモンは フィエスコがアメリアの祖父であることを明かす。シモン、フィエスコ、アメリア、ガブリエーレによる与え賞、偉大なる神よ。シモンは残された者たちの平和を祈り、ガブリエーレを次の総督に任命して生きたエル。サンジョルジョ宮殿の壁画に描かれた、シモン像表題役となったシモン・ボッカネグラは実在の人物である。14世紀のジェノバでは、4つの有力貴族が、 強硬派と皇帝派に分かれて争っていた。フィエスキ家、グリマルディ家のグエルフ党とスピノーラ家、ドーリア家のギベリン党である。この対立に、商人や平民による平民派との対立が加わった。こうした中で、シモンは1339年に初代ジェノバ総督に就任した。1344年に貴族派の陰謀により一旦失脚するが、 1356年に、総督に復帰する。1363年、宴会の席で倒れて没した。ワインに毒を盛られたのが死因であるという。また、シモン・ボッカ・ネグラは、リヒャルト・ワーグナーの歌劇、リエンツの物語と同時代であり、リエンツの主人公、ニコラ・ディ・リエンツォがローマで殺されたのは1354年である。本作の、 大一幕フィナーレでのシモンの演説には、この史実を受けて、リエンツィと同じ栄光と死の予言の声が、今やジェノバ一体にも響き渡っている。ここに、ペトラルカの手紙がある。という一節がある。大名役のシモンは、父としての情愛、政治家としての器量、船乗りとしての豪快さの三つの個性が必要とされる。これらを兼ね備えたバリートン歌手として、音楽の共写編。 スタンダードオペラ鑑賞ブックでは、ピエロ・カプッチルリを、当代切手の、シモン歌いとしている。カプッチルリがシモンを歌った、録音の中でも、特にクラウディオ・アバド式ミラノ・スカラザ管弦楽団との演奏は、ニコライ・ギャウロフ、ミレラ・フレーニ、ホセ・カレー・ラス、ジョゼ・バンダムラとの共演であり、おそらく考えられる限り最強のメンバーによる、決定版とする。 スタンダードオペラ鑑賞ブック P109、スタンダードオペラ鑑賞ブック P118 このことは、後の、オテロでの悪役ヤーゴの存在感につながっている。スタンダードオペラ鑑賞ブック P119 及び、ピアニッシも223から224。 スタンダードオペラ鑑賞ブックピアニッシも120から123。スタンダードオペラ鑑賞ブックピアニッシも125から126。ありがとうございます。